Hi everybody, how are you doing? はい、今日もですね、英語脳の、作り方の説明をしていきたいと思います。毎回毎回言ってますけどね、もう僕も英語を喋りたいと思ってカナダのバンクーバーに今から27年前ぐらいに行ったんですけども、その時に、やってた勉強法は丸暗記でした。ある程度なんか英語の発音を自分でできるのかなと思ってたんですけども、実際には丸暗記のことを喋って相手に伝えましたけど、向こうから質問されることはほぼほぼ分からなかったでした。なぜかというと言ってるのが分からないからです。これは会話とは言わずに、ただ自分の言いたいことを言ってただけなんで、会話にはなってなかったかなっていうのが今ね懐かしい思い出なんですけども、で自分で会話がなるように成り立ってきたのは相手のことを言ってるのが分かってからなんですね。分かってきたからなんですけども、でどうやって分かったのかって言ったら、聞く耳がね上達したからです。でどうやって上達したのかって言ったら、正しい英語の発音ができて、それを、聞くことと話すことを同時にしてきたら、だんだんと発音が良くなってきて、もっと良くなってきてですね、良くなってきて聞くことが言ってることが分かるようになったんですね。でその後は単語、知らない単語とかフレーズがあるのは分からないですけども、ほぼほぼ内容、話の内容は辻褄が合うように分かるようになってきました。で今はもう単語が分かんないのとか熟語とか知らないのたくさんありますから、例えば政治とか、それから科学のね話とか、そういう難しい話は全然苦手ですけども、日常会話では、あまり困らない、仕事に使える、ね、僕は整体で英語しか喋んない人を何人も仕事してますけども、その人たちと普通に会話して施術をしてお金をちゃんといただいて帰ってきてますから、使えるようになりましたけど、なんで使えるようになったのかって言ったらね、シャドーイングっていうのをやったからなんですね。でそのシャドーイングが後でやってみせますけども、まず聞いて話すことは大切なんですけど、その内容を理解するっていうのはまず英文法がある程度分かんないと、あるいは単語とかフレーズとか分かんないと頭では理解できないので、今日先にそのフレーズのお話をちょっとしていきますね。今日のお話はですね、いつも本から抜粋させていただいてるんですけど、たまたまちょっと見つけたやつで、あそうかこういうことなんだなっていうのがあったんで、ちょっと伝えてみたいと思います。I worry about っていうのは、これ worry っていうのは心配するとか気にかけるっていう意味なんですけども、同じ I worry about っていうものもあると、それから I am worried about ね、これはいわゆる、自動詞で、じゃなくてこれは、能動態で受動態っていう形なんですけども、これどういうのの違いかって言ったら、あんまり難しく考えちゃうと受動態能動態ってなっちゃうんで、ここだけ分かってもらいたいのは、今のこの I worried about は、なんていうんですかね、いつも心配してることがあるってことなんですね。例えば自分の息子が、素行が悪くて心配してるよねっていう、親だからずっと心配してるじゃないですか。そうすると I worried about son, my son って言えば、私の子供はいつも心配なんだよねっていうような感じですよね。ところがこの下の I am worried about っていうのは、もっとちょっと切羽詰まったものなんですね。例えばうちの猫が今病気にかかっちゃってて、うちで寝たきりで、でその時に使うのは I worried about ではないです。この切羽詰まっちゃった時には I'm worried about my cat sick、 病気になってる、猫に心配ですよっていう意味になります。ですので I'm worried about って言ったら、結構緊急性があるものとか重大ものとかね、例えば今日うちの母親が手術なんだよね、 I'm worried about my mom, she get a surgery todayね、サージェリーは、手術ですね。そのように、緊急性の、ね、あるものの時には I'm worried about になります。ここがね、使い方の違いがあるということです。いつも話しますけどね、じゃあ今みたいにこのように文法一つ一つをね、とこ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 やっていくんですけども、ただこっちばっかりにしがみついてたら話すことばっかりですから、一番大切なのは聞くことと言っていますけど、聞くことの練習ですね。それはおすすめなのはシャドーイングで、今、僕の年がら年中やってたのは、YouTube の動画じゃないな、これはサウスパークっていうのは、サウスパーク、日本語でサウスパークなんですけども、なん
ですかね、アメリカのアニメーションなんでそれを聞いて練習しました。まあちょっと言ってみますね。それをシャドーイングしてます。今もシャドーイングしてます。That won't be home for so long. Folks are there and take some American crackers, shovels, so far as you must grasp that of the week. As you sit in the toilet, you are fast going with no human range. One thing I can guarantee. Here's to that. Before that, it's great on the independence. See that at the report of the British. A few people who think government has the right to go on out of pockets, know these emails to citizens, tell them to pray, for I eat a couple of towers, a little girl to die. You're not even around the scene of home the brave. You're not going to that. Look for that declaration of independence. See that at the report of the British. A few people who think government has the right to go on out of pockets, know these emails to citizens, tell them to pray, for I eat a couple of towers, a little girl to die. なんかちょっとこれ同じ音が何回も続いてますね。なんか壊れちゃってるんでしょうね。はい、まあ今みたいに録画してるものを自分で聞いてもいいですし、あとは YouTube の動画ですね、まあアニメじゃなくてもですね、他には例えばまあインタビューとかもおすすめなんですけども、まあ会話になっちゃうとインタビューよりかはやっぱり普通に誰かが喋ってる方をやった方がいいですね。こうやって何でもあるけど、何言ってるかもわからないので、はい、そうですよね。やめてください。で上がりました。はい。こうですね。例えばこうですね。Probably know about the Ross and Rachel stories. We already got the hardest of Celsius. So let's take a look at the best moment of the vocabulary and expressions, pronunciation, and more. And you need to hear all the run just like you every single week to learn, understand, fascinated, how to get out of the jokes and how to subject them. So you want to be a tool, you should think that arrived and belt of do not miss a single one of your lessons. で、こういうふうに拾ってきて、何でもいいですから話す練習ですね。で、分かんなかったら、それ字幕スーパーがついてたりするんで、それを見るということを繰り返していきます。で、そこで、まあ、字幕スーパー見ても分からない単語、分からないフレーズは調べなくちゃいけないんで、まあ、一番何が手間かかったかって言ったら、この部分ですね。はい、単語を調べて、意味を調べて、こういう時にはこういう意味になるのかっていうのをこれを繰り返すんですけども、これが結構英語の作る時の、なんていうんですかね、英語の作る時に重要なことなんですね。やっぱりなんかこう疑問に思ったりとか、そうしないとやっぱ集中しないですから、だからまあシャドーイングするのも集中ですし、それから調べることとかも集中なんで、一つまあ言えてるのは、集中すると脳が覚えやすいということですね。はい、それではね、この I worried about と I am worried about ね、これが違いが今日ね見た方はあったな、じゃあどういう時に使うかな、この見たっていうことが大切なんですね、やったってことが大切なんで、こういうのを繰り返して英語のを作ってみてください。でまたね、先ほど言ったいつも先ほどじゃごめんなさいね、いつも言ってるんですけど、英語の発音が正しくできない方は、体の中のインナーマッスル、肋骨の筋肉、横隔膜を緩めてもらいに整体に行ってください。じゃないと、肺に空気がたくさん入んないくて、英語のシーンという音がね強く出せません。そうするないと英語のその正しい発音ができませんので注意してください。ね、これを僕は知らないがために25年間これを探し求めてきて最後見つけましたから、まあね、諦めずにやれば必ず手に入るものね、たくさんあると思いますのでやってみてください。じゃあ頑張ってみてくださいね。応援しています。それでは。